はいどうも、翔平 TV です。本日はエクスプレスの試合前アップの模様をお送りいたします。基本的にエクスプレスのアップはみんなで行います。エクスプレスは自衛隊のメンバーが結構いるので、自衛隊で行っている体操を試合前アップでも行っております。草野球では個人アップが結構多いと思うんですけども、エクスプレスの場合はみんなでやります。そしてここからダッシュなど走りメニューを行います。はい、そしてアップが終わったらキャッチボールに移ります。僕の場合はキャッチボールはちょっとあんまりがっつりはちょっと肩の都合でできないんですけども、体をほぐしながらゆっくりとキャッチボールを行っております。これでキャッチボールは終わりです。そしてお次は立ち投げですね。これは先発の時ですけども、試合前余裕がある時はベンチ前で立ち投げを行います。立ち投げをしながら自分のリリースポイントを見つけていきます。やっぱり調子によってリリースポイントは変わっていくので、今日のその日の自分の調子によってリリースポイントが違うので、そこを探していきます。あとは投げていて肩の状態など確認をしております。なのでたまに強めに投げたり、ふわっと投げたり、結構様々な感じになっております。この動画を見ているピッチャーをやっている方、投げるときは皆さんどういうアップをしているのでしょうか。ちょっと気になるので、もしよかったらコメント欄に書いていってください。以上、本日は緩いアップからキャッチボールまでを紹介しました。この動画いいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV イベント開催、12月28日土曜日、忘年会シーズンですが、忘年野球大会しましょう。年末だけど野球をしたい方、ぜひとも
メールもしくはダイレクトメッセージにてご連絡よろしくお願いします。そして様々な協賛があります。参加景品じゃんけん大会ありますんで、皆さん僕とじゃんけんしようぜ。プレゼントしたいと思います。このバットを1名様にプレゼントしたいと思います。はい、14cm 740g、 トップバランスですね。応募条件ですけども、ベイちゃんのチャンネル登録、そして翔平 TV のチャンネル登録、熱い熱いコメントぜひともよろしくお願いします。でこちら当選者発表ですけども、12月の25日クリスマスに発表したいと思います。僕からのクリスマスプレゼントということで、こちら熱い熱いコメント、もう何回でも OK、 熱いコメントぜひともよろしくお願いします。それではあらっしゃ。まあちょこちょこ今連絡が来てるんですけども、告知というかお話を軽くしたいんですけども、最近ですね、野球教室や少年野球、中学野球の取材やイベントに呼ばれることが多くなっております。まあ、この時期はもう、ね、11月12月オフになると思うんで、そういうイベントがあると思うんですけど、まあ、そこにぜひとも土日であれば参加できると思うので、積極的に呼んでほしいなというふうに思いました。一生懸命やってる人は僕は応援したいと思ってるんで、野球教室、野球チームの取材、大会の取材、イベントなどなどあれば、気軽にメッセージを、こちらメッセージを送ってもらえれば、都合つけて、取材行きますんで、ぜひとも呼んでいただきたいと思います。はい、では皆さん、ぜひともグラウンドで会いましょう。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。本日のご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、そちらの方フォローの方お願いします。翔平 TV にやってほしい企画があればどんどんコメント書いていってください。野球教室やイベントやコラボなどのご連絡お待ちしております。野球はみんなのスポーツ。それではまた見てねー。